おいーす、こんにちは、ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのですね、キラーマシン3ガチャがですね、まあ、やっていますと。で、やっぱキラーマシン系列ってすごい人気で、まあ、キラーマシン3が出るっていう風になった時はですね、まあ、一度、喜んでいたわけですけれどもですね、まあ、昨日の、性能の、まあ、告知、そして、今日のですね、まあ、実際の、まあ、要するに貫突の特性とか、まあ、何が隠された、何かあるだろうというところで、まあ、僕は昨日若干というか期待はしていたんですけれども、まあ、実際蓋を開けてみたら、まあ、正直言って、まあ、引く価値はないかなっていう性能をしておりました。はい。ということでですね、まあ、今回は、まあ、キラーマシン3の、まあ、性能の考察した後に絶対に引くなと言いながら、まあ、ちょっとだけガチャ引こうかなというふうに思っております。はい。ね、それでは早速やっていきましょう。まずはですね、このキラーマシン3、まあですね、褒めるべきところもちろんあるんですよ。で、まあどこがやっぱすごいかって言ったら、攻撃力がまあ尋常じゃないレベルで高いと。やっぱキラーマシン系統ってまあキラーマシン2からかな、まあ尋常じゃないぐらい攻撃力高くて、まあ同期の中ではトップクラスかな、マジンガと次いで、まあ実質攻撃力がね、まあ1ターン目2ターン目の間はほぼほぼ1位というレベルで、2ターン目までの攻撃力は、689です。はい。まあなんでマスターランクとか超えたら装備なしとかに700いっちゃうし、まあ装備込みとかで700後半あたりは行くのかなというふうには思いますね。貫突ですけれども、はい。で、まあ加えて、1回だけダメージ 50% 軽減するというのも偉いと言った感じですね。はい。で、まあ、だがしかしですよ。はい。まあ、ステータス見たら、まあ、全体的に高いと。まあ、特に HP、攻撃力、守備力、素早さ等々が高いと言った感じでですね。はい。で、まあ、基本的に使うのはね、このシャイニングショットですね。射程1から2で、敵1体に威力 155% の幼属生物にダメージを2回与えると。はい。で、あとは、ま、ヘビーインパクトが、ですね、威力 250% の物理ダメージを与える。で、時々休みにすると。うん。で、引き寄せスクリューが引き寄せると。いうことなんですが、まあ、正直、なんか、役割がね、なんか、何がしたいんだろうっていうのは正直なところあって、例えば、キラーマシンとか、まあ、シャイニングショットみたいな感じで、ハヤブサマヤドギリを覚えるんですけど、まあ、30% の確率で2回攻撃なわけですよ。なんで、軽くえげつないことになるし、まあ、守備力も999いくんですけれども、まあ、一方で、こっちは460と。ちょっとな、物足りない守備力だし、で、加えてですね、まあ、3突で引き、1突で、イオブースタープラス、移動力を1上げると。で、3突で引き寄せオプション。敵から攻撃を受けたとき、反撃できる位置にいれば、引き寄せスクリューが発動する。で、これダメージなしで引き寄せるだけと。で、貫突でターボオプション。戦闘開始素早さを大幅に上げるという感じなんだけど、これ全部ね、どこかで見たことあるんですよね。まず、そのターボオプション、貫突ですね。はい。これがですね、道を素早さめちゃくちゃ上がって、じゃあ最速かって言われたら、ジュリアンテの方が早いんですよね。実際のところ。なんで、まあ、ジュリアンテ以下の素早さだし、ジュリアンテ移動力3あって、射程3あるんで、で、こっち射程2なんで、なんか、素早さで負けてて、射程も負けてるから、まあ、闘技場でも使わないし、まあ、高難度でも、高難度でギラ不潔としてだけかな、っていうね、めちゃくちゃ、ニッチなところでは使えるのかなというふうには思いますね。はい。で、あとね、加えてですね、耐性もね、これすごい気になって、開花組のですね、テンタクルスとかグレートドラゴンと全く同じ耐性なんですよね。まあ、メラギラ激減ってマジで、な、見飽きたよね。メラギラとバギードルムはすごいベタな、耐性だと思うんですけれども、メラギラ激減と。だったら、みたいな、まあ、耐性が被ってるんだったら、なんかちょっと面白い。物を覚えてくれよって思うんだけれども、テンタクルスに動力負けてるし、グレドラには射程負けてるし、何ができんのと。で、言ったら引き寄せですよ。でもその引き寄せもですね、まあ、クイーンスライムで同じことできるし、トルマゲスでも似たような引き寄せってできるんですよ。で、つまりですね、こいつを一言で表すならば、なんか常設のですね、改革組をですね、なんか、まあ、クイーンスライム、で、テンタクルス、で、ジュリアンテを足して、なんか3で割ったみたいな、なんか、そんぐらいの性能で、まあ、その、キラーマシン3自体を、弱いというか、まあ、単体で見たら別にステータスめちゃくちゃ高いですし、んまあ、そこからシャイニングショットである程度火力は出せると。で、移動力も3あって、まあ、石型とかも、まあ、あるかないっすよ、正直言って。ただ、まあ、で、他のでよくねっていうのが正直なところで、まあ、休みぐらいかなーっていう感じっすね。はい、まあ、休みとかもね、ギュメイとかいるしね。
そこまでなんか休みに固執するようなことってのもあんまりないのかなと。まあ今更、まあ休みでメラギラ使いといえば、まあ竜王とか出てくるんだけど、今更竜王メタリタイとかってあんまないと思うんで、まあ正直どうなのっていうところと、まああとは混乱弱点ですかね。はい。まあ今の闘技場でそこそこ強いとモンスターされてるモンスター指導とか、まあピサロそうだっけ？ピサロ違うかな。まあ大体混乱弱点なんで、エルギオとかもそうか。というところで、で、まあちょっとなっていう、まあ敬遠したい。っていうのもあるのかなというふうには思いますね。はい。で、あとはまあ A ランクモンスターも一応見てみると、レッドトーチだっけ名前。はい。あ、違う、キラートーチか。はい。まあこいつもまあステータス全体的に微妙なんですよ。で、一応マグマドロップという技を覚えて、敵一体にメラ属性の呪文ダイダメージを与えると。で、呪文系で溶岩マスを生成する効果2ターンとあるんですけれども、まあこちらは回か、まあ20回ぐらいで、まあ詰まってる人だったら課金して引いてもいいかなっていう感じですね。ただ、バギー激減まで引かなきゃいけないので、二突まではしておきたいなという感じですかね。はいはい。まあ今更ね、メラの A 技とかポップとかたくさんあったから、まあ正直、という感じで、まあ3ダタの方が、まあ個人的には使いやすいかなっていうふうには思いますかね、正直言って。まああとは、まあこれマグマドロップってのが、まあ一応その、なんだ、まあ地形マスで300ダメージ、まあ与えられるらしいですね。まあなんでそこそこ強いっていうのと、あと怒りの覚醒っていうので自分の HP が 50% 以下になると、魔力覚醒状態になると、で、自分の呪文威力効果は 1.5 倍。でも、1ターンか。1ターンか弱いな。ということで、まあ今回は、まあ S ランク、確定ガチャですね。はい。これと、まああとは、なんだろうな。10ガチャ分ですかね。無料でもらった10ガチャ分だけにしようかなというふうに思っておりますね。理由は全然魅力的じゃないからです。まあただ当たったらやっぱ嬉しいですかね。個人的にはまあキラートッチとセットで来てほしいんですが、これは熱いのでは ?S2 枚、A2 枚。9万円でね、この間ザ天使エルギオス、1トスだったんで、頼む、お願いします。ディスったら来る。俺って呪われてんのかな、マジで。なんか物欲センサーとかよく言ったりするけどさ。欲すれば欲するほど来んし、いらねえなと思ったら来るっていう。1トスとか俺、うわれ、キラートーチまで来た。いや、神引きでしょ、マジで。無償でさ、これ、セットで揃ったのマジで、生まれて初めてかもしんない、本当に。無償じゃねえ、優勝か一応。マジかよ俺、これ本当生まれて初めてなんだけど。マジで、全然育てる気なかったんだけど。一卒だったらさすがにちょっとは、育てていいんだが。なんだよ、この紙引き。いらねえんだよ、てめえなんてよ。なんでいらねえって言ったくんだよ。あるんじゃないかな、なんか操作されてないか。前回の、ね、打天使エルギオスで来てくるよ。9万円払ったのに。前回の9万円分が、今回3000円分で来てくれましたね。いや、まあ尋常じゃない。これがまあドラゴンクエストタクトの壊さないやなっていうふうに思いましたね。恐ろしいっすね、ほんと。で、ちょっと引いていきましょうか。これもスラクトあるからワンチャンあんじゃない？来た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 ちょっと待って。おい、これ3突したらどうしよう。全く育てる気ないのにさ。マジで？あ、さすがにね。ワークデムが来て安心してる俺がいる。二突、うわ、鬼コンボイ。いや、言うてこれ見る人が見たらやっぱ神ガチャでしょ、これ。勘弁してくれ。3000円で二突とか初めてすぎてなんか。怖いわ、なんか。恐ろしいんやが。3万円も引かんぞ。1万5千か。1万5千じゃねえ、4万5千か。もう引かんぞ。はい。あとは、そうそうそう。まあ、一応あと、キラーマシン3というか、もう正直言って、あとは新キャラですかね。これもう新キャラ全体に言えることなんだけど、まあ、ランク8実装されたのに、経験値回りとか全然惜しくなってないじゃないですか。だから、何やってっけ。まあ、引いていけない理由ってのはまだ結構あると思っていて、まあ、そもそも経験値とかゴールドとか素材が足りないと。で、まあ、今グレードラとか、まあ、ジュリアンテとかだったら、レベル120とかで、まあ、止まってる人とか結構いると思うんですよね。テンタクルスとかもそうだし。で、クイーンスライムとかだとバトルロードできるしね。はい。で、120から130だったら、その200万とかでいけるんですよね。一方で、キラーマシン3とかに
ゼロから積んでたら670万ぐらい経験値必要だし、まあお金も、6万ゴールドぐらいかな、ランクアップに必要で、で、レベル120から130だったら1万と、6分の1ぐらいで済むと。で、素材もまあ虹のオーブ全く足りてなくないですか。まあ僕がその才能開花組に結構使ってるってのもあるのかもしれないですけど、またなんか足んなくなったっすね。はい。毎回買ってんのになーとか思いますね。で、あとはやっぱバトルロードが、なんか今回ないんですよね。なんかわかんないですけど。なんかモーモンロードとか追加されたんですけど。鬼コンボとかは、だからなんか、レベル130できるようになったんだけど、キラーマシンするよはできませんね。はい。で、まぁ、古文書なしで、で、あとジェム割りなしとかだと、まぁ、まぁ計算したら大体わかると思うんですけど、まぁ大体2ヶ月ぐらいかかると、いうところで、いや、ふざけんなっていう風な、まぁ、かかり方ですね。はい。まあ、なんで、ガチャ効くペースと経験値が追いついてないので、まあ、ユンさんとかはなんか、ジェム割りやらせる、回数増やせみたいなこと確か言ってたんですけど、まあ、僕的には、ま、どちらかっていうと、まあ、それは時間ある人だったらそれでいいと思うんですけど、多分多くの人は、多分、あれですよね。まあ、学校とか、家とか、家じゃねえな、会社行って、で、まあ、スマホの充電減った状態で家に帰ってきて、みたいな。で、そっからタクトやると思うんで、まあ、そこまで周回したい人って、周回したいというかできないと思うんですよね。なんでね、もうちょいなんか経験値とかゴールドの効率ってのが、まあ良くなればいいのになーっていうふうには思いますね。まあ特にバトルロードなんてね、ほんとマシ、なんかね、まあランク8にすることによって効率はすごい良くなったんだけど、まあそれでも経験値は正直言ってなんか10倍でもいいんじゃないかなっていうふうには思いますかね。60周して、なんか、レベル1がレベル130になるぐらいがなんかちょうどいいような、レベルだというふうに思いますね。それだともうちょい足んないのかな。まあいいや。で、あとは、いや、足りるか。まあ、それは置いといて。あとはね、常設キャラはですね、まあ、ほっときゃ、貫突するんですよ。で、一方で、キラーマシン3は、まあ、今僕がね、まあ、6000円分引いて、二突したので、まあ、信憑性薄いかもしれませんけど、けれども、まあ、キラーマシン3一体当てるのに、まあ、期待してくには3万円かかるわけですよ。はい。まあ、つまり、まあ、5体ぐらい、まあ、貫突するのであれば、18万必要と。一方で常設キャラってのは、まあ、その、なんだ、まあ、常にこうやって出てるわけで、ほっとけば、まあ、いつの間にか、貫突してるんですよ、正直言って。なんでそんな焦んなくていいんじゃないっていう。まあ、ゴールデン、多分ね、ゴールデンウィークイベントぐらいに結構美味しいガチャが来ると思うので、まあ、そのゴールデンウィークの闇ガチャに引いて、で、その後の1周年で引くぐらいな感覚が、まあ、無課金の人にとってはいいのかなというふうには思いますね。はい。まあ、ただ、ちょっと、こちらですね。まあ、そのまま貯めててもいいんだけど、タクトポイントが余ってるので、じゃあ何を引くべきか。これはですね、まあ、やっぱり、個人的には、まあ、これでも迷うなぁ。迷うな。まあ、エルギオ、打天使エルギオ、エルギオ、で、まあ、グレーナルバルボロスあたりだと思うんですけど、個人的には。まあ、この中で結構いいのは、無課金だったら、例えば無凸、素材何も持ってないとかだったら、無凸で一番強いのはグレーナルかなっていうふうには思いますね。はい。まあ、一凸とか二凸、まあ、要するに貫凸ベースになってくると、打天使の方が、まあ、優遇されるとは思うんですけど、そうじゃないと、僕は、無凸だけっていうことを考えたら、そっちっすかね。はい。逆になんか素材持ってて引くべきなのは、まあ、打天使エルギオとか、まあ、エルギオあたり。やっぱ魔王系強いからね。はい。っていうふうには思いますね。はい。ということなので、まあ、そこら辺おすすめ。ということで、実際に引いていきましょう。まあ、先ほどチケットでね、キラーマシン3引いた俺ならば、キラーマシン3の動画出す気全然なかったのに、引かなきゃな。引かなきゃじゃない。やらなきゃ。まあ、一応、ランクぐらい当たってほしいんだけど。来た来た来た。インちゃん。いや今日マジで神引きでしょ。変えよっかな、タイトル。いや、でもな、キラー、だから、神ガチャって言ったもんな。神ガチャって言いながらさ、キラーマシン3の悪口言いまくるってどうなんだろうな。エルギオ来い。緑お前もエルギオスとも言える。余計でメラギラ激減って言ったら俺だよな。まあ、あとやっぱギラヘド激減でハッサンがいるってのも、まあ、ちょっと使い方が違うというか、まあ、正直ハッサン全然威力出ないんで、なんか、なんだろうな、動画にしないとあんま触れなかったんですけど、まあ、そこも結構、でかいっちゃでかいかなっていうふうには思いますね。そんな強くないんだけどね。で、一応そうそう。まあ、全体の中で、これ、まあ、ガチャ、友人にね、まあ、引くのを進めるとぐらいなんですけど、まあ、その中で、まあ、マシン3は正直、なんか、全然進めないかなっていうふうに思いますね。はい。まあまあまあ、なんか目的があるんだったら引いていいんじゃないっていう感じかな。まああと対人戦だと結構使えそうな、やっぱ引き寄せで一番射程持ってますから、なんか、まあ対人戦だと結構硬直する可能性っていうのが高いと思ってて、リアルタイムバトルが。
実装されたら。まあ、それのね、主導権握るために、まあ、マシン3を育てるっていうのはありかなっていうふうには思います。まあ、結構先見てるし、まあ、あと耐震性の仕様わかんないんで、まあ、そこら辺で、なんか、育てても、なんかね、耐震性近くなったら多分耐震性向けのモンスター出る気がするんで、なんか、早めに引いてるとあんまりね、旨味がなさそうな気するんですよね。まあ、これはちょっと感覚なんで、まあ、未来に投資という点では、まあ、引いてもいいのかもしれないですけど、僕はあまりおすすめしないというところで、キラマシン3ガチャの、ガチャというか、まあ、キラマシン3の総評ですかね。はい。まあ、一応当たったので、まあ、レベルちょっと上げてみて、使ってみようかなというふうに思っておりますね。はい。まあ、ランク7ぐらいにして、まあ、どこで使えばいいんだろう、こいつ。どこで使う？まあ、メラ激減のいいよか。あんまないんだけどなぁ。いや、ないんだけど、こいつ使いたいところ、特に。まあ、ハッサンのところとかかな。でも引き寄せてもあんま、いや、ないなぁ、マジで。バギ激減持ってないんだろう。弱点、なんで弱点なんだよ。なんだこいつマジで。メラギラ激減で。メラギラ激減。どこで使おう、ほんと。ないなぁ。いや、ないわ。開花27。あ、いや、ないわ。引き寄せとか別になんか。いや、テンタクルスとかグレドラとかジュリハンテでいいもんな。いろいろ思いつくけど全部なんかそこでいいから、そこと全く同じ使い方になっちゃうし、てかなんなら劣化だと思うから、二突しかしてないから。いやー、なんかまあまあちょっと、なんかで、まあ、闘技場かな？闘技場、なんかちょっと使い道探してみますわ。頑張ってみますわ。はい。ということで、まあ、このね、キラーマシン3の使い方見たい方はぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。